袖浜にやってまいりましたですね、こちら側には海水浴場がありまして、アレスマがあります。アレスマ、パーク、これ楽天野球団ですね、そうなんです。そういったところで夏はかなり海水浴場
ですねの植樹して、春は桜が楽しめるようになってて、で秋は、モミジが楽しめるようになってます。で春もね、いろんなこう桜がこう種類変えて植えてまして、最後の山桜まで結構長く1ヶ月ぐらい楽しめてもらえるかなってますので、ぜひ、ね、その季節に来ていただきたい。さっきもちょっとあの栗見ましたよ。あ、栗、そう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 。栗がね、ちょうどいいっていうことで。遠くミャンマーからね、この大仏、ちょっと広がって。海を渡って、海を越えて、またここを、そうそう、1ヶ月ぐらいかかるの。で、ここを登っていくのが大変だったみたいです。ああいうバックのね。最後の最後まで、そう、最後の最後まで。その春は、はい、もしあの船に乗って、さっきみたいに観光船から大仏と、はい、あとこう綺麗なピンクの桜が見える、そうですね、あの観葉チャンネルの最初の方を見ていただくと、屋上からですね、あれ桜見えてんじゃないみたいな動画ありますので、ぜひぜひ皆さん見ていただければと思います。あのその時に来てますから、山桜が観光されているところですね。
生の匂いがする。本当だな。いい匂いがしますね。すごい。なんか全てにおいて違う感動があるんですよ。私今日すごいですね。船からの海と、はい、山からの海とまた屋上からの海が違いますね、はい、違いますね。風の空というタイトルがついてまして、屋上潮風の空というですね、はい、島の名前なんかどう？左手、船長が言ってましたね。はい、船長が言ってましたね、はい、個人所有の荒れ島、はい、荒れ島です。あ、もういいの？荒れ島、椿島、違うんじゃない？江島、野島、椿島、竹島ですよ。ありゃー、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 あー、そういう声方ですか。なるほどね。ここもですね、時間になるとウミネコがこうやってきますので、忙しいですね。忙しいですね、ウミネコ。だから観光船の時は観光船に追いかけてチェックインになれば、チェックインになれば15時頃になるとこのホテルに集まってくる。そうなんだ、はい、で月に1回ですね、夜はスターパーティー、星空観察会なんかもあったりしましたですね。この間もよく公表いただいております。そうですよね、もう邪魔するものがない。そうそうそうなんです。プラネタリウムみたいな感じで、 月なんかね、こう満月が上がってくる、ムーンロードっていう月の光がこうバーッと海にこう地上に綺麗な形になります。うわ、これはこんな話聞いたらもう来るしかないですね。ぜひ来るしかないっていう感じですよね。来ました。どうですか？見た感じも結構華やかですよね、はい、これはキラキラ以上にも本当に宝石っていう感じですね。食べる宝石箱やみたいな感じでしょうかね。あったら誰が出てるな。はい、ですね、この南三陸キラキラ丼はですね、2008年のですね、宮城県ディスティネーションキャンペーンをきっかけにですね、南三陸町を盛り上げたいという思いから当館の女将の発案で、始まりました、はい、生まれました。その後ですね、南三陸町を訪れた人たちに地元の美味しい食材をですね、もっと手軽に楽しんでいただけるようにということで町内の飲食店に呼びかけました。で、そしてそれがですね、直で町おこしというふうになりまして、2009年、12月南三陸町の各商店各飲食店で、それぞれのお店の個性を生かした南三陸キラキラ丼が提供されるようになった。これ季節ごとにいろいろ違いましてですね、春は、南三陸春つげ丼、春野菜を使ったですね、春つげ丼ですね、そして夏は海の王者ウニ丼、南三陸キラキラウニ丼、秋には、サンマとカツオの、
柿馬丼。ただちょっと今サンマがまだちょっと、今年遅れてますので、ちょっと今回はザンサンマなんですけど、本来であれば秋馬丼というものが出ます。そして、冬、うちでは通年出せるんですけども、南三陸でイクラ丼ということで、一番これが映える食材になっております。でこれで実はですね、賞も取ってましてですね、農林水産省のですね、第6回のフードアクション日本アワード2014の、審査委員特別賞も受賞しております。そういったお料理になっております。それではぜひ召し上がりください。ありがとうございます。わーすごいですね。なんかすごい今すぐにでも食べたいんですけど、食べるのがもったいないくらいこんなに綺麗に、このサーモンも、そうですね、さっきも、はい、はい、そうです。まあ銀鮭がね、はい、ここでは有名なので、そういった形サーモンもあります。アワビも、お刺身でお楽しみいただけるようになっております。ありがとうございます、はい、それでは早速いただきます。はい、いただきます、はい。なんか食べる前からワクワクが止まらない。ワクワクがすごいですね。本当にこんな一回の食事でこんなにイクラ食べれることないですよ。ないですよねないですよ、はい、本当に。そしてこの海を見ながら、なんと贅沢な。まずイクラをいただきます。イクラ食べてなかったので、何年ぶりだろう。いただきます、はい、ですか。もう美味しすぎて、美味しすぎて、もう言葉が出てこない。もう3億点満点です。あ、3億点満点出ました。1000億点満点です美味しいです。すごい。このイクラの、すごい。どんどんイクラが、イクラが出てきますね。イクラが多く口に入ってくるんじゃないかという勢いですよね。これぜひ本当にみんなに食べてほしいですね。本当に美味しい、はいはい。コラボチャンネルでございました。どうでしたかねって感じですが、初めての番組ゲストさん、そうですね、はい、ちょっと短い時間過ぎましたけどね。いやいや、でもこんな短い時間でもすっごいもうギュッて凝縮されました。はい、本当に楽しかったですし、もう本当に綺麗な景色、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、できるか無論です。今日決まったポーズです。こっちです。はい、ありがとうございました。トランプの。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。